はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は内臓を疲労させてしまい弱らせてしまう食事の習慣についてお伝えしたいと思います。この食べ方を続けているとずっと内臓に負担をかけ続けてしまいますので、内臓の機能が低下していずれは病気を作ってしまうという食べ方になります。で、特に胃とか腸とか肝臓、腎臓、膵臓などが弱っていたり、過去にですね、胃炎や腸炎とか腎炎などの内臓の病気になったことのある方とか、内臓に不安のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください。この動画をご覧いただくことで、ある食べ方が内臓疲労を引き起こして弱らせてしまう原因がわかります。これ理学療法士とファスティングマイスターである私の知識と経験から話せる内容になります。このチャンネルでは健康、美容、ダイエットに必要な食事とか生活習慣の情報とか、なかなか治らない痛みや症状を改善する方法やセルフケアを毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、食べ方によって内臓疲労を招いてしまうという話なんですけども、これは満腹まで食べてしまう食習慣のことなんですね。例えばですね、バイキングに行ったりとかした時に思わず食べ過ぎてしまうことってないでしょうか。元を取ろうとかしてね、焼肉屋さんとかビュッフェとかに行った時に、もうあれもこれも取って、とにかく高いものを取ってね、そしてもうお腹いっぱい詰め込んで元を取ろうという方って結構いらっしゃるんですよ。あるいはですね、その結構買いすぎてしまって賞味期限が近くなってしまって、ああもうこれもこれも賞味期限切れてしまう、でも捨てるのはもったいない、だからもう食べてしまおう、もう一生懸命詰め込んで食べてしまおうという方が結構いらっしゃるんですけども、それって健康的にものすごくダメージの大きいものなんですよ。で、例えばね、そのバイキングに行ってそのあんまり食べないのはもったいないと思われる方とか、あるいはその食べ物をですね、残してしまって捨てるのがもったいないという方いらっしゃるんですけど、もちろんもったいないんですけどね、そのもったいないと思って食べ続けるとですね、内臓疲労を起こしてしまって、例えば医療費がかかってしまうじゃないですか。あるいはそのダイエットをするためにお金をかける方も出てきますよね。で、そういったその余計な支出が出てきてしまいますので、あまりその食べ過ぎるっていうのはもったいないというのを解決できていないんですよね。逆に支出を増やしてしまってもったいない増えてしまう場合がありますので、大事なのは適度に食事をすることなんです。そしてもったいなくないように買いだめしないことがとても重要です。で、満腹まで食べないと健康効果がいいというのは昔から分かっていて、で、昔からですね、こういう言葉があるんです。腹八分に病なし、腹十二分に医者足らずという言葉があるんですね。これは腹八分だと病にならない、つまり病気にならないということですよね。そして腹十二分に医者足らずというのは、腹十二分、つまり満腹以上にですね、もうお腹いっぱい食べすぎると医者でも治すことはできません。医者でもその技術が足りませんという意味で、医者足らずという言葉なんですね。ですから食べ過ぎてしまうとどうしても体調を崩してしまう、それは医療ではどうしようもないですよということが話されているんです。ですからその食事量をね、ちゃんと適切に摂ることで病気になることを防げますし、逆に摂りすぎてしまうとどうしても病気になってしまうんです。ですから昔からもうこれは分かっていることですね。そろそろその食べ過ぎっていうのをやめる方向で努力するようにしましょう。で、食べ過ぎると体がどうなるのかですけども、体の中ではですね、例えば血中のコレステロールが上昇してしまって、中性脂肪とか血糖の値が過剰になってですね、高脂血症になっているんですよね。そして血管の中ではドロドロ状態になってしまっていて、血液がね。で、血流は滞ってしまって老廃物の割合も増えてくるんです。そうすると血液が内臓とか組織に正しく酸素とか栄養などを届けることができなくて、しかも老廃物を取り出すことができなくて、体が弱っていってしまうんですね。で、また胃とか腸とか膵臓、肝臓、腎臓などの器官に負担をかけてしまうことになるんです。例えばですね、胃とか膵臓とか腸ですよね。こういったものは消化器官ですので、例えば胃であれば胃酸をたくさん出してどんどん消化しますよね。そこには胃はたくさん働き続けるっていう活動が必要なんです。そして腸もですよね、消化をしたりとか吸収したり働きをします。そして膵臓もインスリンというホルモンを出しますので、それぞれその器官での働いているんです。で、これらはですね、私たちがその仕事をし続けると疲れるように内臓も疲れるんですよ。ですからめちゃくちゃ食べ過ぎるっていうのは消化にものすごく力を使っていて、内臓も疲れていってるんですよね。ですからそういった内臓の機能低下を作ってしまったりとか、あるいは病気を作ってしまう可能性があるんです。あるいはですね、食べ過ぎるってことは体に毒物を取っている、体に同時に不要物、毒物を取ってしまっているということですので、そういう不要物は体の外に出す必要がありますよね。そういった解毒作用をするのは肝臓であったりとか、血中の有毒物をデトックスするのは
排泄するのは腎臓ですよね。腎臓で尿として不要物をこし取って出していきますので、肝臓とか腎臓というのはこの食べ過ぎた時にはものすごく働くんです。有害物質を取ったけどもそうですけどね、例えば添加物とか薬もそうなんですけどね、あるいは重金属類とかもそうなんですけども、こういった悪いものを取った時にも肝臓とか腎臓とかよく働くんですけども、それ以外にもね、その食べ過ぎた時にもものすごく働く必要があるんです。ですからこれらの場合にも先ほどご説明したように、やっぱり働いていると疲れてきてしまいますので、どんどん疲れが溜まってしまうと、私たちもね、その過労によって倒れてしまったりして、その仕事って続けられなくなったりするじゃないですか。そういった状態になってしまうんですよ。例えばその胃であったら胃炎になってしまったりとか、腸だったら腸炎になってしまったりとか、腎臓だったらね、腎盂腎炎になってしまったりとか、それぞれ炎症を起こしてしまって、その働きができないような状態になってしまうんです。そうするともう病気じゃないですか。ですから内臓疲労を蓄積してしまうと、そういった病気に引き起こしてしまいますので、その原因となっている一つが食べ過ぎなんです。ですから食べ過ぎを続けることで最悪入院になってしまうことももちろんあるんですよ。ということは結構多くの方がこういった原因で内臓を弱らせてしまっていますので、この食べ過ぎっていうのは結構凶悪な食習慣、習慣なんですよね。だから食べ過ぎないことが非常に大事なんです。逆に食べ過ぎないことで腹八分を抑えることで体を正常化できて、体が自分の体を治すことができる機能が働きますので、病なし、つまりお医者さんが必要ないような健康な体を取り戻すことができるんです。ですから食事は腹八分しましょうというのがとても大事なことなんですね。でさらにですね、この腹八分っていうのはもっといける方はですね、例えば一定期間だけでもいいですので、腹6分の期間を作るとプチ断食といって、ちょっとした断食の期間を作れるんですよ。そうすることで体を回復することが、さらに回復することができるんですね。例えば内臓が働かずに済みますので、消化とかに力を使う必要が少なくなりますので、その分だけ体を回復する方に力を回せるんですね。ですからより病にかかりやすくなる体を健康にすることができます。でそもそもですね、食べ過ぎることって必要かなって思うんですよ。食べ過ぎた方は経験あるかと思うんですけども、食べ過ぎる手前も、食べ過ぎて満腹になる手前ってあんまり美味しくないじゃないですか。食事ってほとんどその味しなくなったりとか、ちょっと苦しいけれどももったいないから詰め込むみたいな感覚になるじゃないですか。私も昔はね、やっぱりめちゃくちゃ食べ過ぎていたので、そういう感覚があったんですよ。でももったいないし、バイキング行ってもね、やっぱりその元を取りたいしっていうので、どん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 ね、その詰め込んで食べ過ぎてたんですけども、最後はね、やっぱり美味しくないですよね。そんな状態でその食べることって本当に無意味だなって思うんですよ。だって美味しくないのにね、食べて、しかも自分の体を壊してるわけですよ。ですから損&損ですよね。もうダブル損な状態ですので、食べ過ぎって本当に無駄だなと思います。でそれでもね、やっぱり食べ過ぎてしまうっていう方は、ありもしない食欲に振り回されている可能性があるんですよ。本当はね、人間の体って腹八分で十分満足できるようになっているんです。でもなんか満腹にならないと満足できないということは、もう脳がね、その満腹になったその感覚、そのなんとなくその満腹感が幸せになってしまったっていう感覚を間違えて覚えてしまっているので、その感覚に振り回されてしまっているんですよね。ですから一度腹八分で慣れてしまえば、そういった満腹になる必要って全然なくなりますので、一度そういう経験をされた方がいいと思います。であるいはね、もったいなさという感覚にもね、結構暇されてるんですよね。例えば甘いものをね、その取るのを控えましょうとか、体に悪いね、例えばジュースとか、そういったものを控えるようにしましょうというふうにいろいろお話をさせていただく機会があるんですけども、そういった時にそのいただき物でどうしてもいただいてしまって、その捨てるのはもったいないから、どうしてもそのやっぱり自分で飲んじゃったりとか食べちゃったりするんですっていうふうに話されるんですよ。でもそれでね、そのもったいないから飲むっていうのはどうもおかしいなと思うんですよね。好きだから飲むんだったらいいんですよ。頻繁だったらいけないですけども、好きだからたまに飲むっていうのは全然構わないんですよ。私はその牛乳とか乳製品とかパンとか麺とか取っちゃら、あんまり取り付けたらいけないんですよっていうふうに話してるんですけども、どうしても好きな時には嗜好品としてね、たまに取る程度だったら構わないとは思っているんですよ。だからたまにだったらいいんですけども、もったいないから取るっていうのはちょっとどうかなとは思います。もしもそのいただき物でね、もったいないからどうしようかなって思った時には、近所の方にね、配るのが一番いい方法だなというふうに私は思っていて、そういうふうに助言させていただいています。体をね、その不健康にしてまで、そのもったいない感覚でそこに取りたくないものを取るぐらいであれば、もう配っちゃった方が近所関係のね、その近所付き合いも良くなりますし、よりメリットのある方法だと思います。でもしですね、この
腹八分にするのが難しい方ってまあいらっしゃるんですよね。やっぱりその満腹まで食べないと満足できないんですかとか結構いらっしゃるんですけども、そういった方がねその腹八分の習慣作るんであれば、ファスティングを一度することがとてもおすすめです。ファスティングっていうのは断食することなんですけども、3日間ファスティング期間を作ることで、その間は酵素ドリンクだけ飲むんですね。例えば、この辛酵素とか、こういった酵素ドリンクだけを飲んでその3日間過ごしていただくんですけども、この、辛酵素とか他にもねマナ酵素っていうのもあるんですけども、そういった酵素ドリンクっていうのはこれ取った方しか分からないんですけども、そのお腹が空かないんですよ。食事を取らない、固形物を取らないで、このドリンクだけは1日8回取るんですけども、その間ってお腹空かないですよね。とても辛くないんですよね。で、その食事の時間なくなるので時間もとても余りますし、仕事にも集中力が増しますので、とても毎日をねその活動的に過ごすことができるっていう結構画期的な方法なんですよね、ファスティングってね。ですから、もしもその腹八分にしたい方には一度ファスティングしてもらうと、その後ね胃が小さくなって食事の必要量が結構減るんですよ。そうすると少ない量でも全然満足できるっていう感覚が分かりますので、一度ファスティングしてもらうと腹八分にすごく移行しやすいです。で、実際私もね昔は食べ過ぎていたんですけども、その腹八分で満足できるっていうのが分かったらこのファスティングになるんですね。なんだったら今その腹6分でも、ね、全然満足できるというふうに感じています。1日ねその他の液体だけでも、ね、全然過ごしていける感覚ですね。でもこの感覚を一回分かってしまえば、あとのねその自分の体型維持とかその食事をその食べ過ぎないっていうのはすごく楽になります。なのでぜひそのファスティングにチャレンジしてみることをお勧めします。はい、今回は食べ過ぎによって内臓が疲労して弱らせてしまうため病気を作ってしまうということについてお伝えさせていただきました。で、今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介している方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに実践して、そしてあなたの大切な方に教えてですね、一緒に健康になれるように努力するようにしましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを貼り付けておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。